上りホームから玉川河川敷を望む。写真の位置は、改札口側からはすでに野川を溶かしており、写真左の川が、玉川、右方向に野川及び改札口がある。二子玉川駅は、東京都世田谷区玉川2丁目にある、東急電鉄の駅である。なお西は、神奈川県川崎市高津区側の地名である。田園都市線と大井町線が乗り入れている。 線路名称上では、当駅が正式な大井町線の終点であるが、田園都市線の複々線化に際して、大井町線の列車は溝の口駅に発着するようになり、当駅溝の口駅間でも両系統を案内所を別路線として扱っている。駅番号は、田園都市線が DT07、大井町線が OM15 である。田園都市線は、日中、当駅で、 車高幕の開閉が行われる。駅長所在駅であり、二子玉川管内として、当駅と洋賀駅を管理している。かつての二子玉川管内は当駅、梶ヶ谷駅間であり、洋賀駅は三県、茶屋管内であったが、管内再編により2009年10月1日に、現在の体制となった。なお、双子新地駅梶ヶ谷駅間は、同日から分離。 新設された溝の口駅所管の溝の口管内となった。1969年二子玉川駅にて、玉電車用なら電車玉川電気鉄道の玉川停車場として開業した。その後、目黒蒲田電鉄の大井町線が延伸し、隣接して二子玉川駅を開業する。玉川電気鉄道が東京横浜電鉄に合併後、それまで経営していた。 玉川第二遊園地を読売新聞とタイアップさせ、読売遊園に解消したのに伴い、玉川線の駅も読売遊園駅に解消。さらに東横が目鎌に合併したことに伴い、同一駅に二つの名称があるのは不合理だということで、双方とも双子読売園駅に解消。選区の悪化で遊園地が閉鎖されたことで、双子玉川駅に解消するが、 戦後遊園地が復活したことに伴い、二子玉川園駅に改称した。長らく地上駅であったが、その後大井町線が田園都市線として長津田駅まで延伸されることとなり、1966年3月18日に高架駅として改築された。その際、駅全体が玉川寄りに大きく移転した。この時、田園都市線の渡り線が一時撤去された。なお、 玉川線と木沼田線のホームは従来の場所に取り残され、1969年5月10日の廃線まで損置された。1977年4月7日に新玉川線が当駅に乗り入れた。高架駅となった当初は渋谷から銀座線が延長し当駅で折り返す計画であったが、輸送量の関係で東急が新玉川線を建設するのに合わせて、 航海機が建設されたという経緯から折り返しが容易な内側の2.3番線を計画されていた銀座線新玉川線、すなわち現在の田園都市線が使用し、外側の1.4番線を現在の大井町線が使用していた。新玉川線が田園都市線と完全に直通運転を行うようになる1979年8月11日までは、 新玉川線の線路は当駅の渋谷寄りで上下線が Y 字ポイントで合流し、再び Y 字ポイントで2.3番線に分かれるという形態であった。1979年8月12日に田園都市線の運行経路が変更され、長津田方面からの田園都市線列車は新玉川線の発着していた内側の2.3番線を使用することになった。この時に、 前述の Y 字ポイントは撤去されている。一方、当駅大井町間は大井町線の名称に戻り、上野毛駅寄りに再び両渡り線を設けて、ホームの異なる外側の1番線と4番線のそれぞれで折り返す形での発着を行うようになる。その結果、両線の乗り換えには連絡通路を移動する場合としない場合が存在することになった。また、 連絡通路が狭いために、通路内で乗客が錯綜することもあった。関連して、大井町線では1990年から1999年まで、二子玉川園の行き先表示を当駅の到着番線によって色分けし、4番線到着列車の字幕の字色は黒のまま、1番線到着列車の字幕の字色は緑にしていた。運行経路変更以降は、 不便な状態が続いていたため、田園都市線複々線化工事を機に1994年から駅改良工事が実施され、1999年に外側の1.4番線を田園都市線、2.3番線を大井町線として使用するようになった。その後、2003年8月中旬から2004年8月下旬まで、2期に分かれてエレベーター設置工事が行われた。 一期は連絡通路の建設及びコンコースと通路を連絡するエレベーターの建設が、二期は連絡通路とホームを連絡するエレベーターの建設が行われた。一期工事完了時に連絡通路とホームの間に仮設スロープが設けられ、暫定的にバリアフリー対応とされた。この仮設スロープは二期工事期間中のみ使用され、 連絡通路とホームを連絡するエレベーターの共用開始後に撤去された。2006年4月、下りホームに待合室が完成した。その後、同年5月から9月下旬までホームの西半分において屋根の拡幅工事が行われた。既存の屋根に日差しが取り付けられ、雨天時の雨の吹き込みが減少するとされる。二子玉川の玉川は、 開業時の駅所在地が江原郡玉川村にあったことによる。双子は玉川対岸の川崎市の地名だが、双子塚古墳にちなんで大井町線開業時に目黒蒲田電鉄が名付けた。当時は玉川線と大井町線が別会社であったため、産業地として賑わっていた双子地区への最寄り駅として、目鎌川が双子玉川と名付けたものであり。 玉川電気鉄道には別途双子電停が存在した。島式ホーム2面4線を有する高架機である。ホームは、外側の1.4番線を田園都市線、内側の2.3番線を大井町線が使用する。敷地の都合上、ホームの中央部から下り中央林間方にかけての大半が、玉川及び駅付近で合流する野川を渡る橋上に位置する。 その得意な構造のため、ホームの上り支部や、大井町方の幅は20メートル程度あるのに対し、ホームの中央部から下り方にかけてのホームの幅は5メートル程度しかない。かつては、上り列車のホームは朝ラッシュ時に、各駅停車と急行の乗り換え、さらには、大井町線始発列車待ちの行列もできて、混雑を極めた。その後、 2007年4月5日より、田園都市線準急の運行開始により、各駅停車と急行の乗り換えがなくなり、さらに2009年7月11日には、大井町線の溝の口駅への延伸工事の完成により、大井町線始発列車への乗り換え駅が溝の口駅に移動し、ホーム混雑はかなり緩和している。階段は、ホームの最も上り方とホームの中央部に、 それぞれ一箇所存在する。ホームの最も上り方の階段を下ると、コンコース、改札口に通じている。上下両ホームの中央部に位置する階段は1.2番線と3.4番線を結ぶ連絡通路である。この通路は、改札口と連絡していない。このような出口構造及び、田園都市線の渋谷方の車両の対面に短い、大井町線の編成が停車するため、 朝ラッシュ時の上り列車では、渋谷寄りの車両、特に1から3号車は当駅より手前では、混雑率が高く、また当駅を過ぎると、やや低下する。また、2014年4月にホーム、コンコース、旅客トイレ等の照明器具が、東急線で4番目の全駅 LED 照明となった。改札口は、上下両ホームからは最も上り方に位置する階段を、 下った位置にある一箇所のみである。有人通路はシースルー化されている。付近には複数の店舗が出店している。コンコース上部には人工地盤が用意されており、将来の再開発の準備がなされている。改札口と連絡する階段にはエスカレーターとエレベーターが設置されている。また、滝のおトイレや幅広型自動改札機も設置されている。ただし、 エレベーターに関しては、ホーム下に道路や堤防があることなど、駅構造上の問題からホームとコンコースを直接結ぶことが不可能であったため、ホームとコンコースを行き来する際には、エレベーターの乗り換えが必要である。すなわち、ホームからコンコースに向かう際には、最初のエレベーターで、一旦、ホーム上層の連絡通路に登り、連絡通路を歩いて、 次のエレベーターでコンコースへ降りることになる。上下両ホーム中央部の連絡通路は階段のみである。トイレは1階改札構内、渋谷、大井町方面ホームへの階段付近にある。多機能トイレは男性用、女性用、各一室ずつ用意されている。2006年にオストメイト対応化された。改札内改札外近年の1日平均乗降、乗り換え人員は、 下記の通り。近年の1日平均乗車人員は下記の通り。駅前地区には商業施設が集まり、周辺には瀬田や岡本などの完静な住宅街が広がる。高島屋など複数のショッピングセンターがあり、また多摩川の河川敷と合わせ行楽地としての一面も有する。休日に訪れる人は多く、駅周辺はマイカーや路線バスが混雑する。 数も関東版住みたい街ランキングでは2016年に10位にランクインしていたが2018年は19位となっている。駅西口側は1969年に玉川高島屋をキーテナントとするショッピングセンターが出店玉川通り沿いや高島屋周辺に服飾、雑貨、飲食などの店舗が集積している。また、 玉川高島や西側の新双子橋橋橋脇との間の小規模店舗、住宅群は、京都の工事をモチーフとして、柳工事という飲食街が再開発された。駅東側側は、戦前に玉川電気鉄道や東京横浜電鉄により、玉川第二遊園地や玉川プールなどが開設され、行楽地として開発された。玉川第二遊園地は、 後駅名の由来となった二子玉川園となり、同地には映画館双子東京も設けられ、行楽地として栄えた。1985年の二子玉川園閉園後、跡地は二子玉川タイムスパークとして暫定活用され、スポーツ施設の二子玉川園東急スポーツガーデン、ナムコアンダーエッグ、犬玉、猫、玉などのテーマパークが建設された。 駅東口周辺及び二子玉川園跡地は二子玉川園閉園後から大規模な再開発が計画されていた。東急玉川線の二子玉川園駅跡地には東急ストアが長らく営業していたが再開発のため店舗は撤去され2011年3月に二子玉川ライズドッグウッドプラザが建った。東急ストアは後に二子玉川 ライズショッピングセンターのテナントとして再出展しているお参照。また、東急ハンズの2号店である二子玉川店も出展していた。2005年にようやく事業認可がおり、以降、順次再開発工事が進められた。再開発地域全体は二子玉川ライズと命名された。2010年4月、商業施設の 二子玉川ライズバーズモールと二子玉川ライズオークモールが先行オープン。同年5月には高層住宅二子玉川ライズターレジデンスの入居が開始された。翌2011年3月、商業施設の二子玉川ライズドックートプラザ、二子玉川ライズショッピングセンター、オフィスビルの二子玉川ライズオフィスがオープンした。 また駅改札口の前の高架下にあたる場所には、商業施設の二子玉川ライズステーションモールがオープンした。2015年6月、二子玉川ライズオフィス、二子玉川エクセルホテル東急、楽天の本社となる、二子玉川ライズ楽天クリムゾンハウス、二子玉川ツタヤ家電、109シネマズ二子玉川、イッツコムスポットスタジオなどがオープンした。これをもって、 二子玉川再開発はグランドオープンとなった。駅南方向には玉川河川敷が広がる。河川敷には兵庫島公園などがありかわや水に親しめる環境である。河川敷では毎年10月に世田谷区玉川花火大会が開催され、その際には駅と駅周辺が観客で非常に混雑する。河川敷は週末になると 野球などのスポーツや、バーベキュー、ゴルフなどのレジャーを楽しむ人々で賑わう。なお、世田谷区条例により、河川敷の兵庫島公園などでのバーベキューは認められていないため、バーベキューが可能なエリアは狭い。対岸の川崎市川の河川敷ではバーベキューが広く行われているが、騒音やバーベキューのゴミが深刻な問題となっている。また、テレビコマーシャルや、 ドラマなどのロケーション撮影にも周辺の包みがよく使われている。東口にあるバスターミナルから東急バスと小田急バスが合わせて7系統の一般路線バスを東急トランセト京浜急行バスが1系統、東急バスと東京空港交通が1系統の空港連絡バスをそれぞれ運行している。1から5番乗り場のロータリーと6.7番乗り場の ロータリーが相対する形で設置されている。多摩川花火大会の際には、当駅周辺の道路規制が行われ、二子玉川駅、バスロータリー及び二子玉川停留所など、駅周辺の規制地域内でのバス利用はできない。駅前ロータリーは封鎖され臨時切符売れば、待ち合わせ場所として使われる。2008年5月1日より、駅前再開発の進捗により、 東口のロータリーが閉鎖され、仮設ターミナルに移設された。2010年7月1日より1から5乗り場が新ターミナルに移設された。2013年3月7日より6.7乗り場が新設ロータリーに移設された。2013年7月16日より、成田空港きリムジンバスが運行を開始した。2014年12月19日より、 川口港駅行き高速バスが運行を開始した。2016年4月15日より、夜行高速バスパイレーツ号の運行を開始した。2019年10月1日より、羽田空港、成田空港へのリムジンバスの出発場所を、羽田港の早朝1便を除いて、二子玉川ライズ、楽天クリムゾンハウスに変更した。なお、当駅到着便については従来通り校舎も、 扱っているまた、西口には、二子玉川停留所がある。渋12系統、渋谷駅、高津営業所業のバスは、二子玉川駅に立ち寄らないため、二子玉川駅利用時に二子玉川バス停での降車が必要となる。また、朝ラッシュ時は、吉沢方面からの系統が、この停留所を経由して、バスターミナルに向かうが、この停留所で下車した方が、当駅へは早い。 6.7番乗り場は、以前は二子玉川園の正門前にあり、2000年8月5日まで二子玉川園前という別の停留所であった。二子玉川園が閉鎖された後もしばらくそのままの名称で残っていたが、駅名が二子玉川駅に改められた際、停留所名が改められた。2015年12月1日から、羽田空港線、成田空港線とも、 二子玉川ライズ、楽天クリムゾンハウスが奇襲店に変更された。ありがとうございます。